岩油イは、コイカに属する、淡水魚の一種。和名はボウオ。本種の属するイロピカシース属はヒトエ型である。分子系統で禁煙とされる、カワアカメスキリオバーバスコリキアラスと共に、クセノキプリス赤に分類されている。ロシア極東から、中国、ベトナムの河川に分布する。ウズベキスタンに移入されている。最大で2メートル40キログラムになる。 体は防水型で細長い。体色は銀白色で全体に金色の光沢を持つ。特に頭部はその傾向が顕著で、英明のゼロ地区はこの特徴に由来する。生魚の胸びれ、腹気、尻びれはオレンジ色になる。魚食性であるため、鯉科としては頭骨の構造がかなり特殊化している。前上顎骨、主上顎骨が融合する。 ハ骨は長く頑丈で、中央に突起があり、前上顎骨と噛み合う甲外骨は細長く、前すき骨は分岐して側古い骨と関節する肉食性。水中を高速で遊泳し、他の魚を追い回して捕食する。生魚は、白蓮、黒蓮、川平を主食とする。6歳、60センチメートルほどで生成熟する。産卵は6から8月、増水が、 引き金となって起こり、浮遊性卵を産む。幼魚は、下流域で育つ。成長が早く美味であり、中国では重要な食用魚である。また、養殖地に混入すると、中の魚を食い荒らしてしまうので、養殖業者からは、大変恐れられている。分布域全体でのデータが得られないため、IUCN は、情報不足としている。だが、一部の地域では乱獲。 生息地破壊によって減少を続けていることが確認されている。ありがとうございます。